ントゲームボーイズの山田です。ちょっとね、昨年の今頃何があったのかを振り返ってみたんですよ。そしたら今休んでる場合じゃねえなって思っちゃったんです。去年感謝祭イベントあったの皆様覚えてるでしょうか。もしかしたらハロウィンと同じく感謝祭イベントも復刻があり得るんじゃないかなと思いましたので、今回は去年の感謝祭の内容ですねをちょっと振り返るのとともに、今年、来るならば今何の準備をするべきなのか、そういった話をちょっとしていこうと思います。感謝祭イベントですね、昨年の11月の23日から11月の30まで、およそ1週間、このイベントがまあ美味しかったんですよね。具体的に言っていきましょう。まず経験値ですね、XP、と言われるものが、まず倍、ポケモンをこうゲットした時の経験値や、進化させた時の経験値、全てですね、はい、経験値獲得できる機会は基本的には全部倍だと思ってください。卵割っても倍みたいな、そういった状態でございました。さらに星の砂、こちらの獲得量も増えていましたよと、いうことで、ポケモンの強化のための砂の確保にも向いているし、トレーナーレベルですね、TL を上げるのにも向いている、そういったイベントでございました。この経験値2倍系のイベントっていうのは、普段の経験値が2倍になっているから、これに幸せ卵を使うと4倍になるわけですね。TL まだね完走してない方や、あとはその、皆様がまず目指す30のラインに到達していない方とかね、こういった方からすると、この感謝祭イベントがまた復刻来たならば非常にありがたいかなと。で、ハロウィン自体が去年もねあったじゃないですか。ハロウィンイベントが去年あって、今年も同じく行われたということで、ポケモン GO ではそのシーズンごとのイベントっていうのは復刻が、まだ全然あり得るっていうことが、今回ねハロウィンイベントのおかげで分かりましたので、感謝祭も全然あり得るんじゃないかなと。そして、感謝祭イベント中にやはり何をやるのか、何をやるべきなのか、何を準備しておくべきなのか、進化マラソンをすることっていうのが結構やっぱり皆さんはね、この期間っていうのは多分多いと思うんですよ。進化マラソンをして経験値を稼ぐ。ただし飴は今回のその感謝祭期間中か、の飴の数っていうのは2倍になっていないんですね。ということは、感謝祭イベント中に進化マラソンをしたいのに飴がない、個体が足りないってなっちゃうんですね。なので、11月の下旬にそれが行われる可能性をちょっとね考慮して、皆様、例えばポッポとかビードルとかキャタピーとかね、この辺 の、ハロウィン期間中は全然出なくなっちゃってた彼らを今集めておく、できればパイルの実ですねを使って飴を、極力集めておいた方がいいと言えます。そして、砂に関しては、特にね期間中にその例えば卵を割るだとか、あとは、ポケモンゲットする、あとは、ジム戦か、ジムで木の実を上げても今って砂がもらえるのって、それもおそらく2倍になってるくれると思うんですよ。なので準備っていうことの準備はいらないかな。ポケコインを貯めておいて孵化装置、かな、孵化装置をちょっとね買っておいて、卵からもらえるその星の砂を、そのね期間中にバンバンもらえるようにしておくっていうような準備は、できるのかなと思います。でちょっと個人的な話なんですけど、僕は感謝祭が来る前に TL40 にしたい、感謝祭っていうのは経験値2倍イベントが来る前にやりたいっていう実は思いがありまして、近日中にもう終わらせるんですけど、てか進化マラソンしてもう多分ゴールぐらいの感じまで今来てて、せっかくここまで来たからもうそういう経験値倍増とかじゃないタイミングで終わらしたいなと思ってるんですよ。はい、なので多分感謝祭来たら僕は経験値とか全然いらないから砂だけくれっていうね、砂くれくれさんになると思います。で去年の感謝祭の時期を振り返るとですよ、例えばそのポケモンのソースが多いところとか、あとはポケストップが密集しているところに、トレーナーさんがやっぱうわっと集まってきたんですね。東京だったらやっぱりその錦糸町とかね、そういったところに人いっぱいいました。だからそういったところにね、もしもその今回の感謝祭がまた再開、リメイクって言わないのか、リメイクじゃないね、はい、もう一回復刻された場合は、そういった
ポケストップが多い、いわゆる聖地と言われるようなところ、そのソースが多いようなところ、そういった場所で、経験値稼ぎのために、ね、ポケ活をするのが、まあ、いいんじゃないかなとちょっと思っております。僕行くかな、錦糸町は多分でも期間中は行かないかもな。逆に人がすごかったんですよ去年ね。ですごい人数が集まるところ、トレーナーさんの人数が多いところに僕が突っ込んでいくとちょっとね、ほら皆様の邪魔をしてしまう可能性が僕もあるので、うん、にぎわいすぎちゃったりするとね、はい、ということで多分期間中は行かないとは思うんですけれども、まあ、皆様はね、各地域の各聖地に行ってみるのはいいと思います。それこそこの前名古屋行った鶴間とかね、鶴間公園とか、ああいったところね、ポケストップ、あ、数どうだったかな、うわ全然見れてないんだよな、あそこの公園の中。まああったと思います、確かポケストップも割とソースも普通にあったし、うん、まあ皆様ね、感謝祭がもしも今年も、開催されたならば、そういった聖地に行ってみましょう。そんな感じですかね。はい、それでは質問コーナー行ってみましょう。今回は3つぐらいかな、はい、読んでいこうと思います。まず1つ目、お名前が、ピエロ・デルさん、質問させていただきます。伝説レイドをしているとおじさんが〇〇のジムは高個体値が出ると豪語していたのですが、高個体値は完全抽選ではないのでしょうか。完全抽選ですねまあなんかそのね、言ってたおじさんはきっとですよ、あの店はねいっぱい玉出るんだよとか、あそこで宝くじ買うとねいいの出んだよとか、そういった意味合いぐらいのテイストで多分言ってますね。うん、いや俺には分かるみたいな感じなんだろうけども、うん、確率です例えばですよ、そういったのってそのおじさんがもしかしたらそのジムで何度も何度もレイドをやってて高校たちがよく出たのかもしれないけども、そのジムでレイドをやってるのはその人だけじゃなくて逆の人も絶対いるはずなんだよ。いくらそこでレイドやっても全然高校たち出ない人とかも絶対いるはずだから、まあ信じなくていいんじゃないですかねはい、それじゃあ次行きましょう。お名前が、池田大成さん、質問です。山田さんはポケ活するときなぜ車を使わないんですか。はい、理由は2つありますね。2つっていうかまあ基本的には1つなんだけど、単純に僕が免許を持っていないという理由ですね。はい、だから僕が車を出せないっていう感じなので、まあ例えば車、あとなんだろうな、まあ、車を例えばその運転してる実家とか帰った時に、まあ、親が運転しててその助手席とかでこうやってやったりとかするんですけど、別に親はやってないから俺が買って、ああ行っちゃった、あのタップできるやつだけみたいな、そんな感じでやるんですけど、あんまり効率よくないっすよねって思ってて、正直車早いとポケストップ回せないし、ポケモンのゲットもゴープラ全然間に合わないし、でだったら徒歩でよくないっていうのが僕の正直な感想ですね。あと僕は多分免許持ってても車ではやらないかな。なんかね、運転への集中が普通にそがれちゃいそうだから怖いかな僕は。はい、それではラストいきましょう。最後お名前が、火力発電さん、2年ほど付き合っていた彼女と別れて毎日がとても憂鬱です。山田さんはこういう時どのように立ち直りますか。いやだからさ、僕のチャンネルで恋愛相談っていうのどうなの実際。じゃあまあ真剣に考えてみようか。2年か、2年付き合ってるとまあもうへこむよねそりゃね、なんだろう、立ち直り方か、遊ぶ気力もでも湧かなかったりするもんね、別れちゃった後とかってね。あでも僕は結構もう友達と遊びに行っちゃうんですよそういう時って、うん、すげえマジレスするとなんかちょっと長く付き合ってたことを別れた後にじゃあつって言って、その友達と、まあ、今だったら大人だから飲みに行ったりとかね、うん、あとはまあ学生の頃とかねはうわもう振られちゃったよとかさなったら、まあ、友達とやっぱり遊んでみたいな、うん、ってので基本的には晴らすんだけど、そういう気力湧かないような時もあるじゃん、外出たくないみたいな、もうへこみすぎて、そういう時はなんかね、あ思いっきり泣ける映画とかを
見る、発散しちゃう、涙を発散してしまう、もうなあ別に泣きたいわけじゃないんですけどみたいなさ感じだと思うだってするじゃん。泣きたいわけじゃないんだけどなんかもうずっともううつって状態になってるから、泣ける映画とか何でもいいです。ドラマでもいいし、あのアニメでも何でもいいから、そういうのを見る。でそうするとなんかちょっとすっきりするから、そういうのを積み重ねていって立ち直ろう、火力発電よ、燃え盛っていこう、もう一度次の恋に向かって燃え盛っていこう。はい、ということでね、今回も質問ね、いろいろお答えしていきました。コメント欄ですね、コメント欄の方で質問いただければそちら、お答えしていこうと思います。山田チャンネルのコメントですね、絵の返信ね、ポケモン GO 以外のものを入れていただければそちらは、回答していこうと思います。よろしくお願いします。はい、それじゃあ今回はこれで終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。